何は男子とかより好印象、ストーンズジェシー綾瀬はるか、森本慎太郎森川葵熱愛報道で聞こえた感。8月28日、文春オンラインがアイドルグループストーンズ、森本慎太郎と女優の森川葵の真剣交際を報じた。写真あり、何は男子メンバーのセクシーすぎる熱愛相手。 二人は2024年放送のドラマ、街並み照らす奴ら、日本テレビ系で共演したことをきっかけに交際に発展したという。文春オンラインでは、二人が2024年8月に大旅行を楽しんだという空港での写真も掲載されている。森本さんが所属するストーンズでは、メンバーのジェシーさんが、7月に女優の綾瀬遥との真剣交際を、 ニュースポストセブンで報じられたばかり。同グループのファンからは、熱愛報道が相次ぐ状態に引きこもごもの声が聞かれています。芸能ライター。だが、X ではこんな声も多数聞かれている。ジェシーは綾瀬はるか、森本慎太郎は森川青い。良い女と真剣に恋愛してるって良いじゃん。何はと違って、ストの熱愛まだそんなショックじゃないのは、 相手の女が誰かってことな気がする。ストの熱愛相手がどちらも好感度高い女優生でセンスあるなと思う熱愛出て許せる。レベルというより応援できる女優なのがいい。ウィックかぶってとかの熱愛男子何は男子かより好印象だよ。ストーンズの後輩グループの何は男子は2023年夏に相次いでメンバーの熱愛報道がされたため。 その時の状況を重ねる人が多いのだろう。2021年11月に初心ラブで CD デビューした何は男子ですが、デビューして2年経たぬうちに3人のメンバーに熱愛が発火し、ファンからも批判の声が上がったんです。西畑大吾さんは、読売テレビの足立夏歩アナウンサーの自宅に通う姿を撮られましたが、その際に金髪のウィッグで変装していたことが話題に、 先輩であるキスマイ FT2 の千賀健人さんと三角関係だったことが騒動になったのは長尾健人さん。元セクシー女優の三上優愛さんを奪い合う形でした。高橋恭平さんはグラビアアイドルの黒木光さんの自宅に泊まった様子を激写されましたね。芸能記者。旧ジャニーズ事務所は西畑と足立アナについて友人の一人と回答。 その他の二人については何のコメントも出していなかった。それだけに何は男子の熱愛は遊びの印象が強かったのでしょう。しかしジェシーさんはあやせさんの年齢も考えるとかなり真剣に交際しているようです。今回の森本さんの報道もお相手の森川さんの事務所が交際を否定しなかっただけに本気度が伺えます。ファンとしては その方が安堵感があると捉えるのかもしれません。どう本気で望む幸せを邪魔するのはファンとしても心外なのだろう。